こんばんは。コンビニエンスストアができたので遅めの時間から心置きなく始められるなと思って9時に始めてるんですけれども、よう考えたらエイブルシスターズとかタヌキハウジングとかは相変わらず8時までなんかなと思いましてですね後悔している私でございますが、でもねちょっとそうだね、基本ね僕9時とか10時から活動する人なんで、なんだと靴屋さんができただとなんだと、待って靴屋さん夜10時とかまで開いてへんよな普通に考えてああせっかくできたのになんか行けなさそうやな、誰から手紙来てんねやろう。オートキャンプ場、あーそっかそっか、はいはいはい、頼んでたものね。そうちょっとね昨日ね動画が長くなりすぎたのでカットしてたんですけど、実はキャンプ場にねカメレオンの人が来てて、んでいいねちょっと可愛い家具を買ったのですよ、ちょっとそれ設置してみるね。見て可愛くない、ちょっと落ち葉チェアはインテリア全体を考えないと合わないかなっていう気もしてきたんやけど、あの観葉植物さどんな部屋でもまあまあ合うでしょうあれね、うん、というわけで気に入ったんですよ。あとねあの家具ができたら基本的に A ボタンで触ってみた方がいいっぽいんよな。お、静江の写真、ん？写真の裏に小さな字で何か書いてある。おお、12月20日生まれでいて座で好きな言葉はテイム残業とかじゃなくてよかった、ただ無我の境地に達してただけやった、よかった。全部なんかタッチするといろいろあんねんな、うん。なんでゴミ箱は何か捨てられるわけよね、はいはいはい。でトライフォースは、おお、すげえ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 、これスーパーファミコンのゼルダの伝説のオープニングですね。へえ、途中で帰ったろ、あ勝手に回ってるさて靴が買えると噂になっておりますが、エイブルシスターズは夜9時までない、あ9時までやったんや、9時7分に始めてもうた、あこれが、おシューシャンク夜8時まで営業か、残念だぜ、やっぱりそれぐらいよな。フルコンさんこんなところで会うなんて偶然ですよ、キャビア何かご用ですか、はい、昼間の感じとはまだ一味違ってこの商店街の雰囲気も結構好きか、いやー俺靴開いてなくて悲しいけどな、でもこのシューシャンクっていう名前おしゃれやなショーシャンクの空にってあの映画にかけてるんでしょうこれね、脱獄映画やっけね、ここの靴を履けば脱獄も簡単、あでかあれ豆粒商店の隣もそういや工事中やな、なんかできんのかね、なあ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 豆吉なんかできんの、ね、教えてや教えてや、ちょフォーチュンクッキー買うからさ、服屋にアクセサリー屋に靴屋と来たら次ヒゲ脱毛とかじゃないね、今日のフォーチュンクッキー、むしゃ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 、でってたーん、たたたたーん、ワイルドな生活に憧れる、ドンキーコング的なやつかな、なんか基本これね任天堂ゲーの他のアイテムがもらえるっぽいんですよね、フォーチュンクッキーは。ジョギングに水泳、どれが一番ダイエットに効くのか、これはウィーフィットとかかな、どうだろう、答え合わせしてみましょう。さあおみくじ44番、ワイルドな方は何なのか、おめでとうございます、あいいやつ、ワリー、あワリーさあいいですか、ドンキーかと思ったのにな、 あんまいらんなワリオのヒゲまあつけるだけつけてみるけど、でもう一個は、はいおみくじです、41番、ウィーフィットと見たんだが水泳ジョギング、はい、全部おめでとうございますね、バランスビーボード、あやっぱりありがとうございます。そういやさ手紙にプレゼントつけて送れんねよな、でそのためにこのラッピングペーパーを買う必要があるんやんな、ちょっとこれ買っとこうかね、多分これでラッピングしてプレゼントを手紙につけて誰かに送りつけるということができるわけや、もう少し買っとこう、よしじゃあまずはワリオのヒゲつけてみようか、どれだっけ、これか、はい、うわあめちゃめちゃ嫌やな、全然嫌やわこれ、ちょっと誰かに送りつけたくなったけどレアなんだっけね、アンソニーあたりにさ、これがフランスのエトワールの今だよとか言って、
送りつけたいけど。あれレアなんやんな。持っといた方がええかな。あ、バランスウィード、あ、ちょっとここね、バランスウィーボードもちょっと見てみるけど、まあ、これは普通にバランスウィーボードなんやろか。普通にバランスウィーボードやな。これがインテリアとして合う部屋ってどんなのやろな。うん、バランスウィーボードを完全に部屋と調和させてる人ってなんかミニマリストの部屋とかになりそう。こんな夜中でも南の島って連れて行ってくれるんやろか。ちょっと行ってみようかな。あ、まあこういう化石とかは掘りつつね。もちろん、はい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 。あ、そういえばさ、8時過ぎちゃってるからたぬきハウジングで家の祭典も見ることできひん。うん、やっぱ早い時間から始めなな、このゲーム。まあこれ見る限りは金運は上がってなさそうやな。うん、16,000円で、あんま特に変わってないね。にあるほど。ちょっと配置が悪いんかもしれん。ああ、ちょっと評価も聞きたかったな。明日やな。今日は南の島行けるかどうかにかかってるな。行けないんやったら、これは、動画にはならんね。行けそう。いや、ん？もしかしておめえが新しい村長のフルコンか？こんな若造に寿社長は。いや、こっちの話だ。俺はカッペだ。お、山口カッペ。村から島へ、島から村へ、この船でお客さんを運んでんだ。これから島に生きてときは俺のとこに来るだぞ。行かして行かして。なんだお前、島に来てんだよ。うんちゃん往復せんべる。ああ、まあまあの出たんやな。手荷物は島には持ち込まねえから一旦預かっとく。あ、そうなんや。村に戻ってきたらちゃんと返すからよ。え、このスコップとかもダメなの？ねえねえ、あ、それを入れとく用のカゴやったんかな、あれ。療養のカゴかと思ってたけど、あれでタコとか取るんかと思ってた。はーい、行きましょう。なんかね、南の島ってめっちゃ金儲かるらしいんですよ、お金。そう、正直ね、そこ目当て。お、なんだ、急に歌が始まった。すげえボーカロイド感ありますね、これ。すげえ調教とか言って弾幕流れそう。もう恋の始まりは、これはこのカッパの子の思い出を歌ってるんやろか。やっぱり自分語りやったわ。お、セリフ入り。あのね、曲の途中にセリフ入るやつさ、カラオケでめっちゃ歌うの恥ずかしくなるやつやから、やめた方がいいで、ね。でも、私たち正義のために戦います。それが帝国歌劇団なのです。あれだけは大丈夫。ひゅー、いい曲やったわ。ありがとう。お、もう無表情で聴いてたな、この村人。早く終わんねえかなっていう顔して顔に見える俺は。ありがとう、でもいい歌やったで。さあ、念願の南の島感出してくれるおばちゃんがおる。ゲコさん、おやまあ、お前、息子の船さ乗ってきたんかい。預金去ったの。うん、出荷来たんじゃ。島の土産さ、見てんきん。星もあったらツアー行ってメダル集めてんこい。なっとるうちの嫁言ったらツアー参加できるかな。あ、これが嫁か。そうそう、あのさ、嫁っていう言葉さ、さ、僕が妻に対して嫁っていうのはおかしくて、そう、これおばあちゃんとかがうちの息子の嫁っていう風に使うのが正しいらしいですね。まあ通じりゃいいと思いますけど、僕は言葉はそんな厳格なことはどうでもいい派なんですけどね。寿さんから聞いとったけどよく気に去ったね。こっからは離島に遊びに行くツアーを申し込めるで、いつでも言うてくんの。ああ、南の島からさらに離島もあんねんな。そっから気に去ったんじゃけん、ゆっくりしてってくんの。うん、これはお預かりボックス。ああ、アイテムは村の船着き場のボックスに入れておきます。そっからお一人くださいと。あ、ここの南の島でゲットしたアイテムはこっちに入れておくか。で、この子は兄たん、島に遊びに来たんべ。ククと一緒に遊ぼう。ククとお店屋さんごっこしてくんろ。ククがお客さんするから兄たん、ククになんか持ってきてきろ。俺が持ってくんのか。なるほどな、お客さんなんやな。
わかった。ここの、南の島で手に入れたアイテムを彼にも彼女に持ってきてあげたらわけ。ちょっと離島っていうところも行ってみたいけど、まずはこの南の島探索しようよ。ね。で、うん、持ち物は全部置いてかされてるんやんな。よう、ハニワくん。ハニワくんやったそのまんま。ようこそいらっしゃいマヒタ。島での遊びを盛り上げる各種グッズをレンタルしてますと。ほんほん。借ります、借ります。お使いになりたいグッズを自由にお持ちください。あー、見たことあるやつありますね。スコップとか。この辺の3つ見たことあるけど、これ見たことないんですけど、何を処すものなんでしょうかね、これね。マリンスーツ。これは海に入れんのかな、これ来たら。グッズはツアー出発前は村におかわりの際に勝手に回収すると。ほんほん。返却のことは、あ、じゃあまあとりあえず、勝手に使って出ていけばいいってことやな。身につける。はい。だっせ。ダサいですが、まあいいや。で、斧ね。あ、斧はあれか、この矢印で持ちゃいいか。これは、どの土の置物を壊すためのものですか？あ、しまったわ。どうやらこの斧は、木を切るようらしいです。あんまりむやみやたらに切るなって言われたけど、まあちょっと一回ね、切ってみるわな。これ以上は切れないね。OK。バナナが取れると。これ一発殴れば別にバナナは取れるから、っていうか揺すれば取れんのかな、そもそもね。別にわざわざ斧でやらんでも。あ、そうやんな。環境破壊はやめましょう。で、ここの海辺でサンゴとかも落ちてて、バナナ取って、南の島特有の魚とかもおるんやろな。あ、おる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 。ちょっと釣ってみよう。さあ、南の島でのファーストバイトは、ファーストバイトって言うんかな。わかんないけど。あ、来た。はい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 。あれ、これは普通にアジちゃん。アジちゃん。アジはイカドカじゃないよ。おい、ショズにめちゃくちゃ期待したのに。なんだよ。カブトムシ、俺これ高く売れるでしょ、絶対。えい、やったぜ。カブトムシ、強くて硬くて力持ち。これサイズもでかければでかいほど高いとかあるんかな。僕の夏休みになってきたな、いよいよね。で、この辺も手に入れて。なるほど、この黄色いのはレモンか。ははは、ヨネズケンシがあると、うん、で、なんかおるね、これカメムシかな。コガネムシ、コガネムシだぞ。これ売ったらめっちゃ高いんちゃう。いやでも小金持ち、うん、で、これ、これ、あ、これこのハイビスカスとかちょっと頭につけてみたいけど、斧じゃ切れん、切れんか、うん、で、よ、まあレモンも初めてのもんなんで持っていきましょう。ういっ、3回の釣れろ。南国フィッシュ、ブルーギル、南洋ハギを手に入れた。コバルトブルーが超綺麗。いいね、こういうのよ、こういうの。うわ、なんか来たー、ヤシガニや。ちょっと待って、ヤシガニやめろ。伝説のロストユニバース、ヤシガニ。オッケー。ヤドカリを、捕まえた。引きこもってちゃダメ。めっちゃ新しいアイテム手に入る。アイテムちゃうわ。生物手に入るやん。これはいいね。で、どれが高く売れるかっていうのをちょっとね、なんかおる。何これ、フナムシ。これは安いやろな。ビーチのお掃除ご苦労様って。あれか、フナムシがビーチに落ちてるゴミとか、なんかやばそうなおらん、あれサメじゃね。あ、でもイルカかな。こんなん釣れんのねえ。あ、つついてる。うん、はい。あ、あー、遅かった、くそ。イルカかなんか分からんけどさ、あんなん釣り糸で釣れるっていうのがおかしい話やけど、ちょっとシビアなんやろな、タイミングが。いやー、ちょっと遅かったな。刹那の見切り、もうちょっとね練習しとかな、カービィで。 OK。 ん、フグだ。針専門を釣りに。ああ、なるほど、針専門か。角の卓造が釣れました。なんだ、カツノオトシゴを釣り上げた。子供ドラゴン、
子供ドラゴンっていうビジュアル系バンドいるよねっていう話はとりあえず置いときつつ、あれよね、タツノオトシゴってあのオスが出産するんですよね、男の子の方が。っていうことを、まあ、腐女子の方にお伝えしつつ、まあ、それ以上はあまり突っ込まないようにしていきましょう。ちょっと待って、イルカさんおる、イルカさんなんかなんか分かれへんけど、あれ釣りたい、あれマジで釣りたいけど、よし、オッケー。あ、ちょっと位置悪いかな、これ。あ、ダメだわ。下げて、この角度で、いくぞ。慎重。はい。まだ、次。まだ、次。はい。おい、うっそ、だわ、私、ちゃんとやったわ。って待って。今のショックやねんけど、めっちゃジャストタイミングやと思ったからさ、そりゃお釜にもなるよってなんだ。おいおいおい、知らないやつがいるぞ。待て、これ慎重に近づけ。こうそう、こうやって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 、もうなんで行っちゃうのよ。もうお釜ちゃん通り越して俺もタツノオトシゴになるわ。出産するわ、もう。兄たん、いいもの持ってるでしょ。ちょっとね、荷物整理に来たわ。なんか売ってくんの、いいよ。それじゃあ、ククが欲しいものはね、これ安いからね。サンゴだ、いいな、欲しいよ。12ベルで売ってくんの、安っ。いや、いいけど。こんな子供からお金取りたくないけどな、そもそも。ククとお店屋さんごっこしてけろ。でも、この子もさ、なんかいっぱい売り返していったら、あのアイテムいろんなもの手に入ったりすんのかな。なんか俺、なんか蝶々おる、でっかい蝶々おる、でっかい蝶々おる。はっ、当たってない。あ、なんだ、はい、あれ。あ、でも逃げないね。モルフォ蝶を手に入れた。ブリリアントだね。まあでもあんまり逃げなかったから、多分な、捕獲難易度はそんなに高くないんやろな。一回でもしく、うわぁ、気になる。あが、ちょ、気になる子めっちゃ来る。くっそ、あいつら、こいつらは船虫やんな、両方とも。クソでっかい、捕獲難易度が高そうな虫をしっかり捕まえたいな。むずいね、結構。動物の森舐めてたわ。こんなシビアな感覚が求められるゲームやと思ってなかった。何がまったりスローライフや。結構さ、あの、お、でかない、ちょっと待て、これ、釣りたい。う、来たー、これでかい。なんだこれは。シーラク、スズキ、またお前か。そうですか。なんかどっか行った。なんか、めちゃめちゃ捕獲難易度高いから、予想で行くわ、もうこれ3回目、今回1。なんもちゃくそ。まあ、カブトムシは高そうやから、しっかり捕まえときましょう。細長いの来た。ちょっとあれもね、多分捕獲難易度高そうなんよな。来いよ、2回目。ああ、もうくそ。むずい。え、みんなこれ聞いてからで、音聞いてからで反応してんの？音だけで反応すべきかな。目で見てちゃうな。待て、これね、キャプチャーによるラグが関係あるかもしれんから、直接見て聞いて頑張るわ。お、来た、来た。いや、直接聞いたらいけたわ。鼻ひげうつぼを釣り上げた。砂の底から、こんにちは。全然あんま嬉しくなかった。うん、せっかく大変なもの釣り上げたのに。あとはあのサメやな、イルカかなんか分からんけど、あれやれや。うわ、来た。やっぱ直接音聞くべきやったわ。おお、ジンベエザメじゃない、これ。ギョエー、ジンベエザメを釣り上げちゃった。釣れるかんな、もう。釣りよかでしょ。マジでサメやったわ。言うてイルカかな。でイルカ釣っても怒られるけどね。でもサメ釣れるとは思ってへんかった。サンドダラ、あ、これもまたなんか
ん、急に熱帯魚みたいなのが2匹も来たな。熊の実だけじゃないかもしれんから一応何匹か釣ってみるか。とりあえずククにスズキを1個振ってあげて、オッケーで、ジンベエザメジンベエザメこんな網の箱に入れて大丈夫なんかこれ。サンドダライカ、昆虫はいいとして、これスズキな。スズキもこんな持って帰らんでええけどな。これかジンベエザメすげえ、これも寄贈できんのかな。じゃちょっと次虫見てみよう。虫をゆっくりね。カブトムシ割と簡単に捕まるからあんま高くないかもなこれ、ちょっと期待してたんやけど。来た、よっしゃ、でかい細赤クワガタ、スリムボディが美しい。いや頭でかすぎでしょこんなおんのこれ僕夏で出てきたら最強ぞ。あでも図体がでかけりゃ強いってもんでもなかったしな。僕夏の時もでかけりゃいいってもんじゃないってことを思い知らされる気がする。売ってみたらなんかさ、カブトムシも多分普通のカブトムシじゃなくて、なんかヘラクレスゴルディオンハンマーオオカブトみたいなのがいって、なんかおるな、ガーおるわ。あー行っちゃった。じゃあ今のずれたな、まあ、ガーやからええか。ヘラクレスゴルディオンハンマーオオカブト俺は求めとるからね多分グレードアップ版おると思うねんな。捕獲難易度高の、捕獲難易度高すぎ新作のね。さあサメ釣り用の、ちょっと待ってサメ釣り用の力とくと見さらせ、見切るぞ。おっ、よーい、おい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 、なんか違うサメ釣れた。シュモクザメを釣り上げた、ハンマーみたいな頭だ。あーなんか違うサメ釣れたけどさ、なんかね、あのドラクエ10、ね、ドラクエのオンラインゲームでもね、あのなんかジンベエサメ一本釣りできるサメといえばジンベエザメとシュモクザメやってんけどあのサメ一本釣り協会では常識なんかな、シュモクザメとジンベエザメは釣れるよねみたいなさあそろそろサメ釣りもとかね、虫捕りもやめて、ちょツアーやったっけね、あのお姉さんに話しかけていけるところも行ってみたいので、ちょっと物預けてそっちの方やってみるわ。サメを突っ込んでいくこのカゴに、なんだよこれ、4次元ポケットやろこれツアーの申し込みとか帰りの船の手配と、ツアーに行くぜ。こんな深夜だけでやってますか。好きなツアーを選んでくんろ。おお、初心者 OK、 南国の虫捕りツアー、トロピカルトンボツアー、初心者も初心者も安心とかばっかりやな。素潜り、うんうん、あでも全部簡単やん、まだ最初やからかなね。であればよし、素潜りやってみたいな。うん、あでもなんか魚はいっぱい手に入ったから、今回はこの鉱石発掘ツアーに行ってみようぜ。これでお手軽鉱石発掘体験ツアー行くんだべな。行きまーす。はーい、まもなく出港しまーす。え、まもなく出港するの？行かなきゃダメじゃね。おー、昼になったそんなに移動したの？お手軽鉱石発掘体験ツアー、よくぞ参加してくれた。このツアーの目的はその名の通り鉱石の発掘じゃ。この島には貴重な鉱石が眠る岩がたくさんある。その岩をスコップで叩き壊して鉱石を見つけ出せ。壊れない岩は外れ、叩いても壊れなかった場合はさっさと他を。鉱石1つにつき1ポイントで、金鉱石は1つで3ポイント。うん、4分の間に12ポイント以上でメダルがもらえると。鉱石で消すか、どの鉱石を残すのかよく考えろと。うんうん、はーい、わかりました。で、取れた鉱石も全部くれんのかな？待って、とりあえず走ろう。オッケー。急げー！結構足早い気がする。いけ。ほりー、オッケー。うん。これはでも安いな。なるほど。でもこれで、虫とかおったけど、それも捕まえてもいいよってことやんね。多分なんか見たことない虫おったぞ。うん、待って待って、もったいない。あ、金鉱石やさくらんぼとかもあるけど、もう今回はちょっと鉱石だけに絞ろう。欲しいものがいっぱいある。銀、はいはい、でおい、サファイア、じゃあエメラルド、これがやってまうねん。あ、金来た、
アンジャーバン。これがなんかちょっといいもの出そうな感じしてる。さあ、はい、エメラルドは。さあはい、オッケー、エメラルド。エメラルドスプラッシュしてきたよ。あ、こんなとこに余ってた。あ、金。マジか。ルビーかな、捨てるなら。おい、ルビー。何がいいんか分かれへん。はい、ご苦労じゃった。最後に結果発表。結果発表、合計24ポイント。まさかこれほどの結果を出してしまうとは。いいでしょう、これはゴールドことぶき賞ものじゃ。記念にメダルを6枚やるぞい。これでメダルが手に入るわけ。鉱石はくれないの。めっちゃ掘ったんやけど、この掘れたさ鉱石さ、あ、高い剣ツアーやから、この鉱石もしかしてあの埴輪の人がもう一回岩の中に突っ込むんじゃないね、くれるわけではありませんと。あ、でもメダル手に入ったよ。で、この便箋がまず、ことぶきクラブの入会申し込み書。はあ、入会すると見知らぬ会員同士でツアーを楽しめるようになる。60名だけこれフック船長は18 思ったよりメダルいったわ。なるほどね。ちょっと他のもやるか。